そうですね、撮影をしてから結構時間が経ってるので、こうして本当に無事に公開することができて、ほっとしている部分もあり、本当にこう皆さんに楽しんでいただける映画だと思うので、もっともっと広がっ、なんか音が聞こえる もっともっと広がっていったらいいなと思います。ありがとうございます。僕バラエティで橋本ちゃんとはずっとやってたんですけども、こういう本職の現場を見たことなかったもんですから、いやもうえげつない引っ張っていくなと思って、みんなを。そうですはい、か。本来なら僕がこう現場を盛り上げて、ちょっとこう和ましてみたいな役だったと思うんですけど、もう震えて何もできなくて ただ黙って本当に橋本ちゃんについていってたっていう、本当に空気作ってくれて、僕本当もう何にもできませんでした。橋本さんそんなことないですよね、岡村さんもね、ないです。ムードメーカーというか。でもぐいぐい本当に現場で本当に座長でやってくれてはったんで、一番でもしんどいアクションシーンとかも、なんか何ていうんですかね、しんどいとかそんな顔も一切しなかったし、しんどいとも言わなかったですし、ただ帰るのだけはものすごい早かったですし、一番すごい引っ張っていただいてたな、さっと帰るどの現場でも言われます。僕は若干浮いてたかなっていう感じいや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 、してるんですけど、どうですかね。ただもうみんな撮影自体ハードでしたから、そうですね。はい、ちょっとなんていうんですかね、楽しみやったのはちょっとご飯食べる時とか、差し入れのカップラーメンこれだけ確保しとくとか、そういうのを楽しみそういうのに。が楽しみやったなっていうふうに思いましたけど。なんか結構、なんかこう、なんていうんだろう、アットホームだというか、別にその全員があまり口数が多いタイプじゃない人たちの集まりというか、でもずっと現場にいました、みんな。なんか人生ゲームとかしてるシーンとかもね、ありましたし。岡村さんと馬場さんと、楽しみ一番ましゃしたべってね。たのが、鉄砲の指導しある人ですかね。確かに、そうとでにすね。かく、ずーっとその銃そのうですね、確かに。銃の扱い方とか、今は一発400円しますから、やめてください。そんな昔みたいに撃てませんよと、危ないデカの時代はありませんのでねっていうような。結構興味津々に聞かれてましたよね。そうですなんね。か男的にやっぱ銃ってなんか惹かでれしるょうものありね。ましたなんね。かそのセットのところにいっぱい銃とかが飾ってあって、武器がそれの隣とかで撮影してたので、そういう話ばっかりしてた気がします。岡村さん逆がいい。確かに確かにそうですね。そうですね。はい。